place wiped. Cannot cross over. Me the heart can't fly. Give me a world that can carry to above shadow. いや、歌いながら自分のマイクのこのホルダーがオレンジ色だと思って随分あれ安倍さんをですね、こんばんは皆さん、寒い中ありがとうございます。本当にありがとうございます。あ
寒くなってもうどうしようもなくなったらもうどうぞ皆さん温かいものを取りに行ったり、ちょっとね、温かいところで暖を取ってください。はい、ゆかりいろはと申します。そして阿部敦さん、今回東京から特別に来てくださいました。どうです、どうもありがとうございます。今日は僕はもう今日は立ち洗いの人間ですから、ですね、もう移住します。です。お言ったね言ったね。あの町長さんいらっしゃいますからね今もうダメだよ、もう町長さんよろしくお願いします。もう立ち洗いの住民になっちゃいますか。じゃあちゃんとしっかり税金を納めてくださいね、教会のためにね。はい、じゃあ寒いのでね、どんどん行きたいと思います。ある女の人の物語という曲です。この曲は今日のために阿部さんと一緒に、阿部さんが曲、そして私が詩を書きました。ありがとうございます。静けさの夜、手合わせ祈る、曲がった背中、一筋の涙、
夜手合わせ祈る刻まれた詩は一筋の光ですね。よいしょ。喋らずに行っちゃいますか。うちの母はちょうど、東北の震災の時に、癌で亡くなったんですけど、その頃ですね、とある舞台の音楽を書いていまして、すごく生みの苦しみというんですけど、なかなか曲が書けない時期があったんです。それで、OK が出なくてダメ出しを食らってたんですけど、ちょうどその時に母が亡くなって、そしたら翌日にバーって曲が浮かんでですね、できました。そしたらなんかこれが、僕だけじゃなくて他の人もたくさん演奏したいって言ってくれたりとかしてですね、曲が一人歩きする感覚になってですね、すっごく大事にしてる曲です。これは多分僕の曲じゃないというか、母が僕にくれた曲だと思っております。レンゲの花という曲を聴いてください。Thank you.
演奏されてて、でその中でもジャズをこの前演奏されてたんで見に行ったんですけども、この曲しようよって渡されたのがですね、ピアノとあの時はサックスですか？あの時違うクラリネットだ。あの時はいつですか？よく言われるんです、主語がないって。どこか足りませんよね。いろいろ足りない、いろいろ足りてない。すいません、いろいろ足りてないです。そう、あの時はあの時渡されたのはクラリネットですね。なんかもう自分の声が響くってこんなに気持ちいい。いい歌なみたいな。本当ですよ。なんかあれでしょ、昔ニューヨークに行かれてたんでしょ。あ、そうですそうです。お風呂入りに。だいぶニューヨーク、そっち。いいよいいよ、みんないいよいいよ。そうです、ニューヨーク行ってました。だいぶ長居しましたけど、長居で。そう、はい、僕は基本的にはこう即興っていうか譜面がないまま弾くことをよくやって、でね、今でもやってるんですけど、そうニューヨークでも行ったことが あるけど、そう住んだことがないから、うんうんうん、でやっぱりロハさん、ロハさんといってゆかりさんと初めて会った時はもうすごい空気でした。もう立ち上がりの空気はちょっと正直なかったと。え、どういうことですか？すごいニューヨーカーと出会ったなっていうぐらい。最初の頃そうですね、はいはい、だいぶ日本人になって馴染みました。でも今回初めて来させてもらって、すごいやっぱりいいよね。いや本気で、いやずっと東京にいるんですけど、今どこでもいいんで、どこに住んでても音楽もできるっていうふうに思いますので、ちょっと候補に入りました。あ、はい、お立ち洗い、はい、町長さんよろしくお願いします。あ、候補入っちゃった、はい、もう名簿に書いていただいて、名簿で住民登録して帰ってもらわないといけないですね、はい、すごい、ありがたい。給付金も恵んでもらって、うんうん、どういうことそういうことか、うん、そういうことですね、そういうことですよ。いや、いいと思います、本当に。まあでもそんなこんなでね、次の曲はそうですね、私の曲で2ラインという曲なんですけど、2本の線という曲で、はい、男女でもいいですし、血の流れでもいいですし、から川の流れでもいいし、筑後川と何川にしようか。筑後川、東京の川と、いや筑後川の横に流れてる川は何ですか、ちなみに。何ですか？立ち洗い川。立ち洗い川と筑後川の物語でもいいです。今日はもう完全に即興ですね。男女ですけどね、はい、お送りしたいと思います。即興でお送りします。
ね。そう、お願いします。今日は星が見えませんね、残念ながらね。音楽をやってていつも思うのは、時代背景を変えられるというか、あの時に例えば恋愛をすごい若い時にしてた時に流れてた音楽とか、そういうのを聞くとすぐ一瞬にしてその時に戻れるとか、あの時に食べてたご飯の味とかもなんか思い出せるっていうのがあると思うんですよね。でやっぱ五感ってすごくつながってると思うので、なりあいこう見えないものを見たいなっていう願望でいつもおりますので、今日はまあ若干ちょっと暖かくてよかったですけど、なんかしみじみした曲が弾きたいなと思って、ここに来て何弾こうかいつも決めるんですけど、皆さんご存知の曲を弾きたいなと思います。
はい、ちょっとこう後ろに行ってもいいですか。私だけどんな感じなのか見たいなと思ってずるい。いいよ全然大丈夫。だってここはあなたの町でしょ。いや、あなたの町にももうすぐなるんでしょ。いいです、はい、せっかくなので、あだ、ここ見えますか。後ろ洞窟がありますが、ルルドの泉の洞窟がございます。これね、実は私自分で説明しようと思ってたんですけどねえ安倍さん、ルルドの泉は私が説明していいんでしょうか。どうぞそうなの、はい、もう多分というかですね、私が言ってたら神父様とかシスターになんか違うって言われそうなので簡単にしますですね、ベルナデッタという女の子がいて、その子がこうやってお祈りを洞窟前にしてて、なんかみんなには見えないんですけど、その子にだけはマリア様がずっと現れていたということで、ここを掘りなさいって言われたところを、こうその女の子が掘ったところ、そこから泉が出てきて、それが未だにずっと湧き出ていて、フランスですよね、フランスのもう国境なんですかね、スペインとは。とにかくそのフランスにあるルルドの泉というところは、日本からも本当にいろんな方言っていて、奇跡の泉でいろんな奇跡がまだ起こっていると言われているところです。私もなんか小さい頃ですね、目の手術をするときになんかマリア様の像に入ったルルドの水を手術前に飲んだことがあります、記憶があります。そして隣の保津神父様は映りますかね、光は。すいません、今勝手に言っちゃって、こんな悲しみないぞって村田さんルルドの泉の隣にですね、本田保津神父様が、ありがとうございます、光、いらっしゃいます。この教会を最初に頑張ってこう建てようとして建てられた方で、ドイツにいろんな資金をですねお願いに行ったりとか、当時でそのことを成し遂げた方です。すごい意志のある神父様で、なんでかわからないんですけど、私はなんかここにこうですね、畑がそこに朝あるんですけど、こう行くときになんでかここで神父、保津神父様とお話ししてますって言ったらだいぶおかしな人と思われるんですけど、なんかちょっと不思議な感じがするんです。ここは、はい、今この教会があるのはね、保津神父様がいらっしゃったからということで、はい。でそうですね、せっかくここにいるし、ちょっと皆さん寒いんですよね。もうまだまだ続きますよまだ返しませんよ。ですね、私隣の聖母園というところがあって、実はそこで歌ったのが初めてなんです。保育園か小学校ぐらいだったと思います。コッピっていう私の相棒がいてですね、2人で歌って、それでトロフィー、大きいトロフィーもらったんですよ。今海の星保育園の園長の鳥羽さんにで、何を隠そう、それでこう園長に今回は、園児さんの絵が欲しいって言ったら、もう本当に短い時間の中でこんなに素敵な絵を子どもたちが描いてくれて、クリスマスをテーマにしてくださいって言ったら、ミロンがこのクリスマスの絵があって、なのでこれはなんかね、クリスマスも このままこれ使いたいですよね、せっかくだったら。そうで、そう、鳥羽さんのところに行って、そう言われたんです。トロフィーこれ1個しかないから、2人だったらもう1回歌いなさいって言われて、鳥羽園長のお家に行って玄関口でもう1回一人のって歌ったんですけど、それが私の原点、始まりのその曲をよかったら歌いたいなと思いますね、子供たちにも動画にも撮ってますし、こんな感じです。一人の小さなってすごいね、音程何も消えなくできないけど、それでもみんなの手と手が集まれば何かできる、何かできる、できるさっていう感じなんですよは
はい、ありがとう、あちくん、ありがとう、よくできました。一人の小さな目、何も見てないけど、それでもみんなの瞳が集まれば何か見える、何か見える、見えるさ。あと何がある？声だね。一人の小さな声、何も見てないけど、それでもみんなの声が集まれば何か言える、何か言える、言えるさ。すごい、みんなの手で。一人の小さな手、何もできないけど、それでもみんなの手首が集まれば何かできる、何かできる、はい、できるさ。一人の小さな手、何もできないけど、それでもみんなの手首が集まれば何かできる、何かできた、できるさ。ね、子供ながらによく歌って、なんか今思えば今に合ってないですか、この歌って。そうだね、そうです。昔の歌ほど今は必要になってきますからね。すごい、いや 歌い続けてください。そういう曲もやっぱり、ね、我々の宿命ですよ、きっと義務だと思います。あ、やばい、どっかに歌詞カード置いてきちゃった。あなたね、あなた必ず何か忘れてるあれ、納骨堂かな、ちょっと取ってきます。納骨堂に忘れるのやめてもらえませんか。あ、言っちゃった。あの、ゆかりさん本当に面白いですよ、本当に面白い。僕あの彼女と東京で会ったんですけど、あ、こんなに歌をこう歌っていうか、自分の言葉で歌える人ってなかなか珍しくて、すぐこっちがナンパしました。あの、見事に振られただと思ってたんですけど、今日はね、いただいたからすごく嬉しい。うん、いや、本当に今回はですね、ずっと教会で歌いたいと思っていって、で、神父様に、実は今回の文化庁の方にもサポートいただきまして、それで歌いたいので歌わせてくださいって言ったら、教会閉鎖ってなって、えって10年も私待たなきゃいけないのってなったんです。で、まあね、皆さんそうですよね、突然のことで、で、そうか、10年かと思って、だったらまあ10年待ってる間もなんかできるんじゃないのかなと思って、そこから始まって、で、阿部さんがたまたまその時福岡に来てあったんで、レコーディングしましょうっていう話してたのが、いやいや、それだったら弾くよ、コンサートやろうよみたいになって、で、それを今度は今村のカトリックの市小教区の委員会の皆さんに言ったら動いてくださって、そこから始まって、今度はなんか私がなんかコンサート登録とかあったらいいと思うんですよねって言ったら、神父様が、おお、なんか東亜会っていうのがあるよって東亜会ですかって言って、今度は東亜会の皆さんのところに行ってお話ししたら、もうなんかいろんなアドバイスくださって、なんかこの前もリハーサルで消えてたんです、風が強くて、今日風が吹いてないのにびっくりしてるんですけど、ここも本当に風が強くて、で、そしたらもう東亜会の白見さんがなんか奇跡のようにこの竹をぶわーってその時持ってきてくださって、っていういろんな方々の手で作り上げられたものなんです。音響がないといえばステージオペレーターの松本さんが、ね、動いてくださって、そして役場からいろんな機材を貸していただいて、で、照明さあどうするって今度最後に本物のあれですよ、舞台照明やってる方がなんか手伝ってくれなって、とにかくすごいんです。もう今回もういろんな方の手で作り上げられたものなんです。なので
こういう時間を本当ならもっとたくさんの人に見ていただきたいですし、だけどそれでもこう来てくださってこの寒い中ですね、ありがとうございます。せっかくなのでよかったらちょっと手拍子のそのままいきますかちょっと手がねかじかんでるのでいけなかったらすいませんが、じゃあ、愛の歌という曲をやります。うちのおばあちゃん親戚南米の方にいい育ったり生まれたりしますので、いろんな人が、それを持ってニューヨークでいる時に作ったんですけども、でも迷わない、いつまでも消えないメロディ、耳元でまだささやく愛の歌、マスクの下でいいです。レーライライライ、レーライライライ、レーライライライ、レーライ、どこまでも流れてく、どこかで彼に出会ったらこの歌を届けてほしいんだ。痛みさえも感じらない頼りの歌詞だけど、いつまでも愛してる、いつまでも消えないメロディ、耳元でまだささやく愛の歌。頑張ろう竹灯籠。
手足温まりました温まりました。すごいね、だいぶ温まりましたね。じゃあもうあとね数曲で終わりになりますが、本当にこんな寒い中よくぞ残ってくださいました。もう私はもう夢にね、なんか1人減り2人減りっていうのを夢にちょっとねこうよぎっていたんですけれども、でも本当不思議なもので風が吹いていない。びっくりしてます、すごい。こういうの聞くとこう What a wonderful world とか思い出しますけど、はい、大丈夫だよ、泣いていいんだよ、それが君の仕事だよ、いいんだよ、大きな声で泣きなさいな、なんなら胸貸すか、泣きなさいよかよか。え、ちょっと待って、それ泣いてるの？いいよ、全然いいよ、ずっと泣いてみなさい。そうそうそう、特に次の曲はそうですね、 Life is Beautiful という曲で、ずっとこの麦畑を散歩してる時に作った曲です。 Life is beautiful Life is beautifulていてよかった、つぶやいて空を見上げた、特別なことなど何にもない、ただの平凡な朝の始まり、麦畑染まり一人歩く田んぼ道、魚とり夢中の子供たち、夏の太陽照らす通り出された自転車たち、 Life is beautifulI'm
場所でこの場所から生きてゆく。私たちは伴奏に徹して皆さんにマスクの下でも今日ね、野外だから大丈夫ですよ。だってもね、だいぶだって長く動けないですね。何しろあまりないです私記憶力がものすごく悪くてですね、ちょっとこの曲は、まあ、間違えたくないので歌詞をねちゃんと歌いたいので歌詞を見ながら歌いますが、そう、ここの歴史というかちょっとそういうことを書いてみました。ちょっとね音をね阿部さんと合わせましょうか。音も大丈夫ですかね。
スの花美しく百合の香りを密かに命を懸けた神への誓い、ここに集い、ここで祈り、ここで守り、ここで隠れ、声を殺してオーラショー、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 地球の裏側へ希望の線揺れる船、開拓の地新しい始まり、ここで見送り、ここで別れ、ここで祈り、ここで願い、海を渡ったよ、潜める黒いトンボを街を焼き尽くす、鉛に変わった教会の鐘、ここで別れ、ここで祈り、ここで待って、ここで泣いて空に散った君、ハレルヤ、ハレルヤ、
最後になりました。皆さん長い時間までありがとうございました。これで本当に最後でございました。
原裕次郎でしたっけ。ちょっとね、急がないと寒いからね。うわ、どうしよう、本当に何も用意してなかった。え、はい、はい、ご自分が一番好きな歌。おお、ご自分が一番好きな歌。ご自分が一番好きな歌。テーマ合わせます。あ、カバーとかやってもいいですか。いや、本当に大丈夫かな。あれがいいです。題名が浮かばない。竹内まりやさんが作ったなんだっけ、今よく合唱で歌われてる、そしてですよ、あ、命の歌。いいですか、すいません、なんか最後なのにあれな。でもすごい好きなんです。G とかだと思います。 G じゃないね。生きているだと思います。わあ、ちょっとすいません、まあいいや。歌詞、まあいいや。お互い困ってるっていうね。このシチュエーション、あ、大丈夫です。はい、生きてゆくことの意味、問いかけるその度に胸をよぎる人々の、あの人の温かさ、この星に生まれて巡り会えた奇跡は、どんな宝石よりも大切な宝物、泣きたい日もある、孤独な何日も、そんな時そばにいて寄り添う、気をつけて帰ってください。ありがとうございました。